動画のご視聴ありがとうございます。夢咲みむです。逆転裁判3続きからやっていきましょう。仕事帰りなんですが、ただいま、すぐにもう逆転裁判を開いております。相変わらず長く続いている探偵パートですが、三剣からなるほどにバトンタッチしたところで、今回の捜査は安定のなるほどということで、じゃあまあ話してはあるから、あれだよね、サイコロックが、あ違う、お嬢様箱入り娘、確かにある意味そうだよな。はい、一見殺人現場なんだけど、奥の院の方の中庭の方が殺人現場って今思われてるから、こっちはフェイクの可能性が高いです。同日某時国破桜院、そう、境内、境内、これ境内勢い、コメントで教えていただいたにもかかわらず、前回境内境内って普通に今まで通りの読み方になってしまっていたので、今回の目標絶対境内を読み間違えない、読み間違えないが今噛みそうで危なかったな。先生、教えてくれた方ありがとうございます。風に乗ってどこからか陽気な鼻歌を歌うようなやつはやはりなんじゃないか。あ、糸の子か、糸の子の方がいいや。波のマニマニ証拠が跳ねりゃ、何演歌でも歌ってんの、俺の心も跳ねるのさ、これもしかしてこの BGM と合ってんのかな歌詞。いやー、捜査は楽しいっす。ろくな手がかりが見つからないけど、そんなのは関係ないっす。自分はそんなもののために捜査、何のために捜査してんの、してるわけじゃないっす。捜査が好きだから、お前が好きだからお前が好きだから、誰だよお前、誰に言ってるそれ、捜査をするっす。夢のマニマニ証拠が踊りゃセリフに続いて2番が始まったみたいな、セリフに続いて2番なんか凝ってんな。俺の心も、あ、気づいた、やっと、あんた、え、僕ですか、いつからあそこにいるっす。まあ1番聞いたけどね、ちょっと今来たところですけど、何してるんですかこんなところで、わかりやすほって、捜査っすよ捜査。自分は三剣賢治と約束したっす。必ず本物の凶器を見つけ出すっすと。凶器か、あのギザギザの刀は偽物だったわけっすからね。そうだね、根元まで血がついてないことからね、証人の証言と、矛盾していることから、これは凶器じゃないってわかったよね。かなり頑張ってるのに手がかりなしっす。わけのわからない怪文書を拾ったっすけど、事件には関係なさそうっすしね、なさそうっすしね。いずれ、怪文書、やはりの、ラブレターのこと。それで、どうなんですか捜査の状況は。あんたには言いにくいっす。でも、あえて言っちまうっす。やはり、殺人現場は奥の院の中庭らしいっす。やっぱそうなんだね。捜査本部は、あの灯籠の血文字を重要と考えているっす。それ、どういう意味ですか。詳しいことはわからないっす。ただ、もし、主剣道から綾瀬迷いが発見されなかった場合、最悪の事態も考えなければならないっす。最悪の事態？なら何ですか、それは。何も浮かばないっす。なんだよ。自分が言ったわけじゃないっすからね。一体誰が？ああ、護道か。護道賢治っす。護道賢治。どういうつもりだ。まあ、最悪の事態というならば、死んでる可能性だよな。まあ、死んでない。死んでないよ、迷いちゃんは。あの怪文書というのは。まったく、自分が探しているのは凶器の刀なのに。見つかったのは。あ、違う、これラブレターじゃない。何、すべてを任せるのです？彼女にすべ、いや、ダメダメダメ。彼女絶対ちなみちゃんだよね、これ。ちなみちゃんにすべてを任せるってダメだよ、そんなことしちゃ。見つかったのはこんな燃えかすだけっす。まだ全然読んでないのに、もう勝手にそういうことにしてるけど、燃えかす。奥の院の前にある焼却、おお、それは重要じゃないか、焼却炉の中にあったっす。逆によく残ったね、焼却炉で焼いて。残んねえだろ、あんな焼却炉で焼いたら。いや、やっぱり気のせいじゃなかった。そうだよね、雪がなくなってたんだよね。初めて見た時、あの焼却炉には雪が積もっていた。それがなくなっているということは使われたということだよね。それが事件の後、雪はきれいに溶けていた。事件当夜、あの焼却炉で何かが焼かれたんだ。どうしたっす？拳を握りしめて。ちょっとそれ見せてもらえますか。いやいや、あげるっすよ。こんな紙くず。バカだな、お前は。霊媒だの、家元だの、事件には関係ないっすからね。霊媒？糸の子はさ、
何の操作してんの。じゃあ霊媒と家元が関係ないってもう何を追ってるん今。逆に何見つけたら証拠だと思うわけ。おもちゃのナイフでもあげよっか。じゃあ萌かす奥の院の焼却炉より糸の子刑事が発見。はい、霊媒家元、キーワードがただごとじゃない。うん、よく目を通して、そして考えないと。ちゃんとゴミ箱に捨てておくっすよ。バカだな。本物の凶器ですか。被害者に刺さっていた七支刀は凶器じゃなかった。それは今日の法廷で三剣検事が立証したっす。そうらしいですね。うん、そうだね、これは確かだね。そうなるともう一本別の刀があるはずっす。それを探しているわけですか。当てもなく。さすがに疲れたっす。でも当てもなく探していたわけじゃないっす。これからは科学捜査の時代っすからね。警視庁の誇る最新鋭の秘密兵器を使っているっす。秘密兵器？うん、あかねちゃん科学捜査イコールあかねちゃんなんだよな。あの蘇る逆転をやった身としては。何ですか秘密兵器って。いいっすか、あんたも一つ科学的に考えてみるっす。はあ、凶器は刀っす。刀は科学的に言っていわゆる金属っす。金属探知機。ここまでで質問は？ありません。もう答えも分かったような。そこでこれっす。あはは、懐かしい金属探知機。やっぱりどうすか、あんたも一つ科学的にやってみるっす。はあ、え、僕がやるんですか。いや、さっきからずっとやってるっすから、さすがに飽きたっす。これもいい経験だと思うっすよ。どうする？いや、もらおうよ。これは糸の子刑事のお手伝いというか、まあこれは捜査の一つとしてやった方がいいでしょう。さささ、やってみるっす。楽しいっすよ捜査は。じゃあお言葉に甘えて。何分、警察の最新鋭の科学の先っぽの装置っすから、言い方嫌になるほど高性能っす。気に障るほど敏感っす。はあ、それでは説明するっす。うん、ここにはおそらく本物の凶器が眠っているっす。あ、本当の凶器ね。それを探し出すわけですね。まず探知機のスイッチを入れるっす。お、懐かしい、これも。やったな。あ、ごめん、ちょっと待って、読んでなかった。探知機を移動されていろいろな場所をよく探してみるっす。はい。なんでこれに限って勝手に進むの文字が。金属があると、ちょっと待って、読んでない。そこで画面タッチで調べることができる。オーケーオーケー。目に見えないところにも反応するっすから。怪しいところは全部調べてみるっす。うん。ごめん、ほとんど読めてなかったわ。まあ、めちゃくちゃ金だからな。うん。ねえ、知ってますよ。念のため調べてみたんです。何？この刀は枝分かれした人生を表しているっす。聞いたことはあります。時々、自分は思うっす。殺人家の刑事にならなかったらどんな人生があっただろうと。これ、三剣にも話してたよね。はい。もちろんっす。いろいろ想像する。交通課の自分、警視総監の自分、窃盗課の自分、逮捕君の自分はおかしいって前も言った気がする。一見の価値があるな。確かに、ある意味な。ああ、これか。これはエリスさんの杖ですよね。これも鋭利だよね。科学的に考えると杖は綺麗で来ているっす。でも実際に反応しているじゃないですか。手触りから何からどう見てもキスがね。自分は鼻から金属に見えるものしか調べないっす。それ金属探知機使う意味あるかな。だよな、探知機を使う意味がないじゃないか。それまさかこんなものに反応するとは。ちょっと貸してくださいよ。何するっす。ここはおまわりさんに任せ、こっちが見つけたんだぞ糸の子。ん？あ、頭の部分が取れちゃった？あ、なるほど、これ中に刀が入ってんのか。これ鞘みたいなもんなのか。 あんた大事な証拠品をへし折るなんて、なんたる。うわあ、うん、おい、やっぱりな、このマタドールだっけ、あれで使うやつみたい。杖の中からか刀。まさかこれが凶器。見つかっちゃった。被害者の杖の中に刀が。仕込み杖というやつっすね。なんと、まあ美しい細工。これぞまさに微細工っす。微細工と不細工、これぞまさに紙一重っす。いや、全然妙だな。もう聞いてね、本当の殺人現場が奥の院の中庭なら、なぜ凶器の刀が葉桜院の境内にあるんだ。危ねえ。境内、うん。井戸の子ゲージ、この杖ですけど、中に仕込まれた刀のことを知っている人は。それは誰もいないっす。たった今自分が発見するまで警察の人間すら知らなかったっす。お前じゃねえよ。なるほどな。
発見したの僕なんだけどな。うん、大丈夫、みんなわかってる。見たところ結婚は残っていないようですね。そうだね。じゃあ狂気じゃないっすねこいつ。バカなの、吹けばいいだけだよ。いやいやいや、犯行後に吹けんな、吹き通ったかもしれないでしょ。うん、そりゃそうっす、狂気に決まりっす。単細胞、長さも七支刀と同じぐらい、間違いない。じゃあ自分はひとっ走り監視会へ行ってくるっす。たとえ血を拭き取っても痕跡は残っているはずっすからね。じゃ、いってらっしゃい。ちょっとまた歌うんかい、マニマニ探知機騒ぎゃ。またここで使うな、マッタを。そんないい声で勢いもある渾身のマッタをここで使うな。なるほど、待ってください糸の子刑事。なぜ、自分は今かなり多忙な毎日っす。の割に何も見つけられてないけどな。その仕込み杖を調べるの、ちょっとだけ待ってもらえませんか。ほ、何をバカなこと言ってるっすか。お願いします、せめて迷いちゃんが見つかるまで。あやさと迷いっすか。なぜか嫌なことを考えてしまったんです。なすか、嫌なことって。うん、迷いちゃんは今主剣堂に閉じ込められています。でも本当に無事なのか。あー、そういうこと、迷いちゃんも刺されてる可能性を考えてというか、若干そういう嫌な予感がしてるから待ってくれって言ってんのか。証人たちの話を聞けば聞くほど不安になってきてしまって。まさか、あやさと迷いが、これ、お願いします。糸の子刑事、試験動画開くまで。あんた、顔がさらにビリジアンス。ビリジまで行くとビリジリアンになっちゃいそうなんだよね。アビシニアンみたいなさ、猫の。うん。わかったっす。そんな顔しないでほしいっす。ただ、この杖の仕掛けのことは誰にも内緒っすよ。知っていて黙っていたとなれば、あんたも自分もおしまいっす。優しいな、糸の子は。わかりました、この杖はあくまでただの杖ということで。じゃあこの杖あんたに預けておくっす。ありがとう、すいません。うん、きっと無事っすよ。糸の子刑事、山を降りたところに美味しいうどん屋があるっす。あやさと迷いが保護されたら連れて行ってあげるっす。おいいやつだな、お前は。お金ないのに連れてってくれんのが。ありがとうございます。まあ、多分その時はミツルギも金を出してくれることだろう。言い方すまんな、ミツルギ。内部に刀が仕込まれている糸の子以外には秘密。うん、まあ、糸の子なら安心だね。そういう点ではこいつ裏切るようなやつじゃないもんな。それにしてもエリス先生はなぜこんなものを。まあ身を守るためだろうね、こいついるから。こいついるからさ、キミコさんで、ちなみさんもね、危ないからな、いろいろこれ。詳細注意して実行、ほにゃらら、夜が明けた、あららら、いるでしょ、あららら、初頭の鐘が聞こえたらすぐ霊媒をしなさい。3ページもあるんだ、これ。燃やす気ある燃やす気ないでしょ、これさ。あんなに雪溶けてたのに、こんなに残る。誰が誰に当てたやつだろう。一応さ、ちなみさんも多分霊媒できて、ちゃうんだよね。そのキミコさんの子供だったわけじゃない。それともちなみさん死刑になってる、そんで霊媒でちなみさんを呼び起こして。そうだよな、姿変わるもんな。クライン流霊媒道の霊媒って姿形変わっちゃうから、その可能性もあるな。霊媒でちなみさんを呼んで、そのちなみさんに全てを任せる。そうすればあいつは犯行をやってくれるだろうみたいな。悪魔、もう悪魔の召喚じゃん。そしたら彼女の名前は、あ、大事なところ、私たちの味方、一切無用。彼女の写真を用意しておきました。霊を呼ぶ際に使いなさい、あなたの。全てが終わ、ほにゃらら、焼き捨てる、全てが終わったらこれ焼き捨てろってこと。カルマゴーじゃん、カルマゴーじゃん、お前よ、カルマゴー生きてんのか。そこも繋がったら恐ろしすぎる。またこの手紙、誰にも言ってはなりませぬと、家元に華麗に出てよ、華麗に引導を叩きつけてやりなさい。キミコさんかな、これは。ちょっとこれ突きつけてみる。あっこ、おいるんかい、メイちゃん、ごめん気づかなかった。はい、話を聞くだけで我慢するしかないってことは何もダメか。中庭行って、ああ、ミツルギ、ミツルギさ、これ、これ
糸の子以外には秘密なんだよな。蜜麦はいいと思うんだけどな、言っても。ダメかな。ダメか。あ、そうだよね。ごめんごめん。これは？あ、ダメか。ねえ、ごめんごめん。ごめんごめん。あ、そうだ。人は？はい。あ、ダメか。あ、ごめんごめん。あやめさんのサイコロッコ解除くらいしない限りは何も進まなさそうだね。はい。事件当夜のこと。そろそろはっきりさせましょう。事件当夜のあなたの行動を。うん。あなたは事件が起こるまでハザクラインの部屋にいたと言っています。今でもその主張は変わりませんか？ええ。間違いありませんわ。あやめさん、僕はあなたが無実だと信じています。だから、あなたの言うことも信じたい。でも、事件当夜あなたを別の場所へ目撃した人物は、うん、くらい。ビキニさんだよね。もちろん、ビキニさんです。ビキニ様。今日の裁判で彼女ははっきり証言しています。今日の裁判なものはすごいよな。あんな裁判やって、今もう、まだその日中にこんな捜査してるってすごいよな。ちょっと一日ぐらい起きたいよね。あの晩おばさんは奥の院で主権者様の修行を手伝ってたの。でもこう見えておばさん腰が悪いのよ、暴力的なまでに。だからね、あやめに後を任せてハザクラインに帰ってきたわけ。うん、言ってたね。すべて腰が悪いって言ってたね。ビキニさんはただあなたを見ただけじゃない、迷いちゃんの修行について会話をしているんです。つまり、うん、あやめさん、あなたは奥の院に行ったことになります。行ったんだ。よく最初サイコロック出てこなかったね。蜜麦に聞かれた時出てこなかったよね、サイコロック。お見事ですわ、なるほど様。そんなサイコロック操れる？あの晩主権者の本業は10時過ぎに始める予定でした。だから私、遅れないようにハザクラインを出たんです。それは何時頃のことでしたか？そうですね、ハザクラインから奥の院まで歩くと20分ほどかかりますから、9時40分頃だと思います。うん、歩くとね。あやめさん、やっぱりあなたに嘘は似合いませんね。え、ハザクラインを9時40分に出た、そんなことはありえません。これじゃない、鐘鳴らしたんだよね、くらえ。あなた自身が証言しているじゃないですか。事件当夜午後10時、消灯の鐘を鳴らしたって。そう、これを鳴らしたということは、時間的に合わないよね、9時40分に出てたら。第一、その鐘を鳴らす直前、あなたはハザクラインで決定的な証人に目撃されている。ああ、なるほどだね、僕ですよ。合ってたね。なるほど様。あの晩僕たちは少し話をして、あなたは僕にこいつをくれたじゃないですか。お忘れですか？うん、そうでしたわね。意外とすんなり解けるな。あやめさん、また一つ謎が増えましたね。事件当夜の午後10時、あなたは同時に2箇所に存在していたことになる。あー、どうやらあやめさん、答えを出す時が来たようです。これちなみさんのこと、ちなみさんのことどう思ってんの？あやめさんはちなみさんを悪者とは思ってないのかな？協力するぐらいの信頼はあんのかな、この二人。僕は今までに2つのことを立証しました。事件当夜あなたは奥の院にいた。そして同時にハザクラインで鐘を鳴らしていた。うん、この矛盾を説明する答えは、あやめは2人いた。うん、あの晩あなたは2つの場所で目撃されています。それならばあなたは2人いた、そう考えるしかありません。そんな、どうしてそうなるのですか？私が二人なんて、ありえませんわ。ちょっとちなみさんと同じポーズと顔をしないでくれよ。それがありえないかどうか。あなたの動揺ぶりがはっきり物語っています。私がもう一人いた、そうおっしゃるのであれば、その証拠をお見せください。もう一人の私がいた証拠ですか？これ？霊媒をしていた。お前でも早くないか、これ。こっち、あやめの双子の姉いますよねっていう、こっちか。暗い。あ、違う、こっちじゃない。はい、お人は私というぐらいですから、
きっと私と同じ顔、同じ姿をした方なんでしょうね。そうですよ。その方が私と同じ。してるよ。いや、してるしてる、してるしてる。もう、やっぱちなみだ、こいつ。根性、根性っていうか、奥底やっぱ血つながってんな。この状況で笑えるっていうのはそこそこ肝が据わってないとできねえぞ。本当にピュアで本当におどおどしてる人ならここでそんな笑顔できねえよ。ヒビとまろうとしてる。決定的でない限り。ま、これでいくか。暗い。違う。そうか、ちょっと待って、これまだだ。三剣の方に行くんだ、まず。そんで三剣、はいはい、よし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 、よかった。死ぬとこだったな。三剣知ってたが、あやめさんには双子のお姉さんがいたんだ。なんだと。双子バカな、間違いないのか。ビキニさんから聞いたんだ。でもそのお姉さんについては名前さえも知らないらしい。私が調べた記録には姉妹のことなど書かれていなかった。幼い頃、あやめさんはハザクラインに預けられて、お姉さんの方は宝石商の父親に育てられたらしい。宝石商だと。そうなんだよ、ミツルギ、覚えがあるだろう。うん、なんだい。期待に満ち溢れた目で今見てるよ。なるほど、私はその双子の姉を知っているかもしれない。ああ、そう言うだろうと思ったよ。彼女の名前は。はい、来たね。そうだ、これで顔はっきりさせてから行くんだ。よしよしよし。宮柳千奈美だろう。はい、そうでしょう。うん。その通りだ。聞かせてもらおうか、彼女のこと。ま、言っちゃばなるほどもよく知ってるよね。うん。今から、でもあの時盲目だったからね、ちなみさんに。なるほどが知ってるちなみさんと言ったらもう天使天使天使みたいな感じなのかな。その時の記憶をたどっちゃうとそうなのかもしれない。今から6年ほど前、初めて扱った事件だった。うん。私が未熟だったせいで被告人を死なせてしまったのだ。これ、千尋さんにとっても三剣にとってもトラウマの初法廷だったよな。お涙みちるさんか。うん。調べたからね、なるほどは。すぐ調べる。いいことだけどね。なるほど、調べることはいいことだ。知っているのか、あの事件を。あやめさんと宮柳千奈美、僕も気になっていた。うん。だから6年前の千尋さんのファイルを調べたんだ。そうだよね。そう、あの時の証人が宮柳千奈美だ。うん。お涙みちるを協力させて狂言誘拐を企てて、うん、でドボーンだよね。はい、ドボーン。なんで生きてんの。そこが一番の恐怖なんだよね。宝石商の父親から2億円のダイヤの原石を奪った。うん、そうだね。どうした、真っ暗になった。ああ、映すな。バグったかと思った。そしてその5年後、うん、今度は口封じのためにお姉さんの宮柳勇気を殺害した。口封じで姉殺しちゃうからな。お姉さんか。宮柳勇気と宮柳ちなみには血のつながりはない。まあそういうことだよね。あやめさんと双子の姉妹なんだもんな。勇気は父親が再婚した相手の一人娘だったようだ。そうだったのか。そこから僕の知っている彼女につながるわけだな。僕の知っている彼女、天使の記憶が多そう、悪魔だったっていうことは最終的には分かったんだけどね。この僕を殺そうとした彼女に。おい、なるほど、目覚めてよかったよ。ま、毒入りの瓶食った時点で目覚めてなかったけどね。まあ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 、どころでね、やば、生命力が半端ないがゆえに死ななかっただけで普通死んでるからね。まあもう効能が切れてたのかな。そっから目覚めてくれてよかったよね、そのちなみさんっていう幻惑から。お涙さんが亡くなった後、宮柳ちなみがどうなったか、そいつは調べなかったのか。うん、その必要はない。宮柳ちなみはこの事件とは無関係なのだからな。なぜそう言い切れるんだ。やっぱこれ死刑になってるよ、死んでんだよ。だからこそこれ霊媒で呼び出そうとしたんだよ。で呼び出せちゃったんだよ。
そういうことだ。ミツルギ、ミツルギ、ミツルギ。めちゃくちゃ関係ある、これ。うざい、もう。ミツルギへの絡み方がうざい。簡単なことだ。宮薙千奈美は。ほら、やっぱり、ここは驚かねえぞ。宮薙千奈美は、すでに死んでいる。え、そう。彼女はもう、この世にはいないのだ。死んでもなお、おう、おう、おう。なるほど、落ち着け。まあ、そうだよな。落ち着いてはられないよな。どういうことだ、ミツルギ。宮薙千奈美が死んでいる。うん。今回初めて知ったよ。なるほど。あ、お前も調べたんだ。ああ、それを？それを調べたの？まあ、映像には残ってないだろうから、残ってんのか？いや、わかんないな。まあ、残ってないでしょ。まあ、大丈夫、大丈夫。残ってたら、まあまあ黒歴史だからね。竜って書いてあるニット着てたからね。君の学生時代の事件を。うん。はい。宮薙千奈美は有罪判決を受けた。綾里千尋の執念によって。やっぱこれ、この師弟関係っていうかさ、この師匠と弟子どっちも執念が強いね。この執念の強さで無理やりにでも解決していく、この二人強いな。千尋さんも、その千尋さんに育てられた。なるほど、もう、うん、綾里千尋、綾里千尋、あー怖い。それで、まあ悪霊になるわな、こりゃ。あの時の彼女、まさに悪魔のような形相だった。うん。あの判決から6年経った今年、ついに執行されたのだ。彼女の死刑が、な、つい先月のことだ。死刑？まあそりゃそうだろう。君にはいろいろな意味でショックかもしれないな。しかし、これで分かっただろう。彼女が事件に関わるなどありえない。死者は、あるんだよ、蘇る逆転っていうのがさ、蘇る逆転は関係ないけど、蘇るんだよ。ないのながら、うん、死者は蘇らない。本当にそうなのだろうか。いや、なるほどは見てきたからな、何回も。ミツルギ、一つ知らないことがあるみたいだな。なんだ？宮薙千奈美とあやめさんの母親のことだ。母親？綾里貴美子という、クライン流霊媒堂、分家の霊媒師だ。うん。クライン流霊媒堂だと。知ってるのか？もちろんだ。あのインチキで、ミツルギ、ミツルギも、いい加減、まあお父さんのことだもんな。インチキ？ 17 年前、もう一つの悪夢だ。うん。てか、まだそこは勘違いしてたんだね、ミツルギ。まあ、そうか、捜査中一緒にいねえもんな、ミツルギは。私が巻き込まれたあの事件は、手がかりが一切なかった。うん。打つ手をなくした警察は、ある霊媒師を連れてきた。家元と名乗ったその女は、被害者の霊を呼び出した。しかし、その結果、無実の男が罪に問われることになった。その霊媒師の力が、インチキと、違う、単純、なんで急に単細胞になるの、ミツルギまで。お前もっと考えられるでしょ、物事考えられる人でしょ、ミツルギ。インチキだったからだ。ミツルギ、今でも警察の資料室に行けば、その記録は眠っている。DL65 事件という分類ナンバーでな。怒ってる。しゃあないな、そうだった。こいつは、あの事件の被害者だったんだな。うん。ミツルギ、いつかお前にもわかるよ。クライン流霊媒堂が、インチキかどうか。いや、言ってあげていいんじゃない？あれ、お父さんが、まあ、お父さんがミツルギをかばったというか、状況的に普通にお父さんもそう思ったんじゃないのかな。死者だったとしても、死者は全て知ってるわけじゃないんだからさ、死者イコール神じゃないんだからさ。そりゃそう思って普通にお父さんはそう言っただけなんだと思うんだよな。くらい。これでもう大丈夫でしょう。で、二人いたよねと。二人いた証拠。はい、か同じでしょうと。くらい。よし。あやめさん、もうすべてわかっているんです。あなたにはお姉さんがいるそうですね。双子の。あ。宮薙千奈美、僕もよく知っている人です。うん。そこまでご存知でしたか。さすが、なるほど様ですね。でも、あの方は、もう。ええ、わかっています。先日、死刑が執行されたそうですね。お姉さんのこと好きなんか、泣くってことは。なあ、じゃあ協力してる可能性あんない、普通に。あやめさん、お気の毒です。ありがとうございます。あやめさん、もう説明の必要はありませんね。事件当夜、この霊場に現れた二人目のあなたは、この宮薙千奈美だった。
でもだとしたらさ、あやめさんもいなきゃ二人いたことにならないから、あやめさんが霊媒したわけじゃないよね。でもお忘れですか、なるほど様。彼女はもう亡くなっていますのよ。あなたこそお忘れですか、あやめさん。ここは霊業道場だそうですね、あのクライン流霊媒堂の。これ迷いちゃんに無理やり霊媒させたりしてないよね。そんなむごいことしてないよな。あとまあ、はるみちゃんの可能性もあるんだよな。誰かがあの晩宮根木ちなみを霊媒したのです。あなたはそれを知っていた。だからそれを秘密にしようとしたのです。うん、だからやはりのあの秘密を知られたくなければ来いっていうあれにも怖がってたんだな。実際に秘密があったから。めいちゃんこれどういう気持ちで聞いてるんだろうね。いるんでしょこれ。私はあの晩ハズクラインの部屋におりました。奥の院でもう一人の私が目撃されたと聞いて、すぐにお姉様だと分かりましたの。先月お亡くなりになったちなみ様だと。やっぱり事件当夜奥の院でビキニさんが見たあやめさんは、うん、宮薙ちなみだったんだ。なぜすぐに教えてくれなかったんですか。それはお姉様のなさることは。嘘、過ちでしかないよ人として。ひどい言いようだけど、ひどいことしてるからな、それだけあの人は。いつでも正しいからですわ。なんですって。それに私にお姉様を邪魔することはできませんの。だって私は裏切り者なのですから。宮薙ちなみがなるほどと付き合ってたことを知っていたあやめさんは、それ知ってる上でなるほどに恋をしてしまったんじゃないか。だから、同じ顔ということをいいことに、あやめさんはそのちなみさんのふりをしてなるほどと会っていたことがある、一緒に時を過ごしたことがあるんじゃないかな。そういう意味での裏切りなんじゃない。裏切り者、あなたがですか。だから私有罪になっても仕方がないんです。どういうことだ一体。裏切り者。なるほど様、ご存知ですね。今から10年ほど前、この五道山で起こった狂言誘拐事件を。うん。あの事件がきっかけで運命は大きく狂ってしまった。うん。はい。ここ、うん。すごい回想。お姉様は次々に罪を重ね、ついには命を落とすことに。罪重ねたことは分かってんだよね。でも正しいって言ってんだよな。あ？なるほど、関係ないかこれ。もっと幼い頃の話？すべてはこの私が裏切ったせいなのです。あやめさんが？うん。身代金の受け渡し場所に五道山が選ばれたのは偶然ではなかった。最初の計画では私がお手伝いするはずでしたの。なんですって。でも私怖かった、だから逃げてしまったのです。何を言ってるんですか。協力しないのは当然ですよ。そうだよ、2億円奪うってそれ罪だからね。犯罪に協力することないでしょう。2億円を奪うなんて、それも自分の父親から。最低です。もうすごいしっかり目が覚めてるちなみさんから。まあそりゃそうだよな、目が覚めたら覚めたでちゃんと客観的にちなみさんの悪事を理解してる。でも私一度は協力すると約束したのです。それにお姉様は2億円が欲しかったわけではありませんの。え、あの誘拐は父への復讐。お涙さんを巻き込むな。普通に巻き込むな、いい話じゃねえぞそれ。全然私たちの父への復讐だったのです。復讐ですって。おう、お父さんへの復讐。そうです、お母様を捨てて地獄へ追いやったあの男への。うん、お母様、綾里と君子のことか。私たち双子はクライン流本家長女の娘として生まれました。うん、当時のクライン流は政財界とのつながりが強く、家元の権力は絶大でした。長女であるお母様は家元の座が約束されていたのです。私たちの父はその力を手にするため母に近づいた。おう、でもその思惑は大きく外れることになります。お母様は妹に家元の座を奪われてしまった。それが綾里舞子さん、迷いちゃんの母親か。そうだね。まあエリス先生として、違う人生を歩んでたんだね。それがやがてクライン流霊媒堂の神通
欲も地に落ちる日が来ました。新しい家元綾瀬と舞子が大きな失敗をしたからです。失敗ではないんだけどな、これかわいそうだよな、舞子さん。舞子さんのせいで、これ違うこと証言したわけじゃないもんな。普通に聞いたこと言っただけだもんな。それが DL6 号事件。うん。あの事件の後、父は私たちを連れてお母様と里を捨てたのです。もうこんな田舎にいる理由は何もない、そう言って。その時あやめさんはこの葉桜院に来たんですか？ええ、父の再婚相手にはすでに結城という娘がいました。新しい家族の中に私の席はもうなかったのです。姉を取ったのか、じゃああっちは。そうだったんですか。それ以来お母様には会っておりません。家元の座を追われ、家族には捨てられて、身も心もボロボロになった、そんな噂を聞きました。どうやらやっと見えてきたな。うん。めいちゃんよく、よくおとなしく聞いてたね、逆に。いいよ、聞いて、うん。検事という立場上、すべて聞かせてもらったわ。この事件、すべては、綾里家の物語を舞台にした事件だったのね。そうみたいだね。なんかこの二人も普通になんか信頼関係が強くなってんな。あやめさん、もう一つだけ教えてほしいことがあります。僕と会ったことありますかって？何でしょう。お姉さん、宮柳千奈美が弁護士に毒を持った事件で、彼女は、うん、証拠品を隠すためにある男子学生と交際を始めました。その学生について何か聞いていませんか？あ、そういう聞き方が、千奈美さんから何か聞いてないかと。ああ、これでいいこと言ってても絶対なびかねえぞ。もう絶対、ちなみは嫌だ。だって、で、これで、ああ、いい人だったんだ、となれるような、あれじゃないって。と、三剣にも、千尋さんにも、お涙さんにも、五道にも、たくさんの人にトラウマ与えてるからね。まだ一言聞いてないのに、すごいめっちゃ反論してるけどさ。で、まあ、聞こうか。おっしゃってましたわ。一言だけ。はは。最高だ。黒幕として最高だわ。いいやつじゃないし、好きじゃないんだけど、黒幕としては最高に、もうこういう悪役が一番いいんだよな。変に同情見せるようなやつはもうそんな覚悟だったらやんなよって思うんだけど、めちゃくちゃ覚悟決まってるから、よかった。それでこそだね。そのぐらいの完全悪女じゃないとね、完全悪女じゃないと逆にこっちもやってらんないからね。トラウマを刻むんだったら刻むだけの玉ないとな。うん、あるな、ちなみさんは。これなるほどはどう思ったろうな。こっちは盛り上がったけど、なるほどからしたらきついよな。そうですか。ありがとうございます。どういたしまして。なんでなんでなんで、ありがとう。ありがとう。めいちゃんの物理的な痛みが今はちょうどいいよ、多分。なるほどに。ちゃんと切り替えてくれてる、ありがとう。さあ急ぐの。なるほど、龍一、まだ調べることがあるはずよ。この情報はお任せください。必ず解除いたします。お願いします。とにかく今は前へ進もう。まだ一つ秘密が残されている。そうなんだよな。そう、はるみちゃんのサイコロックが。いやー、これ協力しちゃった？はるみちゃん、知らぬ間に。みつるぎどうしよう。はるみちゃんは悪くないんだけど。あ、話したじゃん、さっき。まあいいや、バイバイ、行ってくんね。ここだろうね。はい。お、小屋の前であの二人が焚き火本当にしてんのかい。あ、なるほどくん。は、一歩遅かったな、なるほど。芋ならもう全部食っちまったぜ、はい。手がかりはほぼ揃った。気にしてない。そろそろはるみちゃんの話を聞く時が来たかな。聞く時があって、なんかイントネーションおかしかったけど、くらえ。はい、聞きましょう。5個もあるんだよね、これ。はい、1、2、3、4、5。よし、解除していこう。セーブすればよかった。夕食後、はるみちゃん入れ説明で。うん、私結局行けなかったのです。ここら辺は解いたよね。その心配だったのは、迷いちゃんのことだよね。前解いたところは、ここです。はい、くらえ。ここだ、どうかな。それで、ここで、あれ間違えてるって思ったんだけど、合ってて、くらえ。
で、ここまでがセットで言わなきゃいけないところだったんだよね。まゆいちゃんのことが心配で奥の院に行ったと。ここまでは前回解いたから、まあさらっと行くけど、ねえ、気が狂いそうになるほど心配だったんだよな。お母さんも保護者だね。どうしてそんな鐘の音を気にしていたのかな。それは、聞き逃せな、これちょっと待ってね。これじゃん、これじゃん。くらえ。よし。あの晩、はるみちゃんにはある指示があった。え、あ、はるみちゃんに本当に与えられてたんこれ。マジか。はるみちゃん、協力しちゃったか。まあ、お母さんだもんな。お母さんの言いつけを守る、いい子。何もはるみちゃん悪くない。大人が悪い。あの晩、はるみちゃんにはある指示が与えられていた。うん。きっと、こいつに見覚えがあるんじゃないかな。それを、どこで？奥の院の焼却炉の中だよ。はるみちゃん、君はあの晩、このメモに従っていたんじゃないかな。だから、消灯の金を気にしていたんだ。すごいです、なるほどくん。感心してる。まあでも、こんぐらいがちょうどいい。うん。焼却炉から見つかったこの指示書。やっぱり、はるみちゃんに当てられたものなのかな。私、それは。見ての通り、ほとんど焼けちゃってるけど、最後の部分は大体読めるんだよ。消灯の鐘が聞こえたら、すぐに霊媒をしなさい。うん。はるみちゃんはあの晩誰かを霊媒したんだね。指示書を書いた人物とその目的、それを考えればあの晩誰が霊媒されたのかわかるはずだ。難しくはない。はるみちゃん、あの晩君が霊媒しようとした人物とは。これ酷じゃない？はるみちゃん巻き込む、親として最低だよこれ。きみこさんでしょやっぱり。そうなると送ったの。いや、くらえ。自分の子供に、9歳の子供に犯罪手伝わせたようなもんじゃんこれ。マジか。宮薙千奈美、それが指示書に書かれた名前だった。はあ、やっぱりそうだったか。あの晩奥の院でビキニさんが会ったのは、うん、あやめさんでは、もうこの時点で、え、この時点で千奈美さん、え、それホラーめちゃくちゃホラー。はるみちゃん、君は知っているのかな、宮薙千奈美が一体何者なのか。実は私、聞いたことがないのです。宮薙千奈美様というお名前。やはり知らないのか。この宮薙千奈美が、はるみちゃんのお姉さんだってこと。いろいろと酷だって、もうなんか、あの言い方悪いけど、爆発しそうになるぐらいの情報量じゃないこれ、はるみちゃんからしたら。まゆいちゃんのお母さんにとっても、九大流霊媒堂にとっても、すごい残虐的な事件を巻き起こす、実行犯の片腕を、肩を担う何だっけ、なんかそういうこともあったよね。感じにさせられて、しかもちなみさんがどういう人かって知らないでそれをさせられたってことでしょ。めちゃくちゃ最悪な親だな、そうなってくると。きみこさんもきみこさんで、まあ、暗い過去があったんだろうけど、そう、俺に子供にこんな犯罪の片棒つぐだよ。もう出てきたわ今。それはないな。はるみちゃん、指示書のことだけど、一体誰が書いたものなのかな。え、聞いたこともない人物の霊を呼ぶなんて、よっぽどこいつには力があるみたいだ。うん。はるみちゃんは何の疑問も抱かずにこいつに従っていた。それが次の問題だ。一体指示書は、いやこれお母さんでしかないでしょくらい。曲がりなりにも母親だからな、従っちゃうよな子供は。はるみちゃん、君はきっとこの指示書が何を意味しているのか理解していないんじゃないかな。ドキかわいい。それでも指示書の通りに行動したのは、それがお母さんからの言いつけだったからな。そう、お母さんの言いつけを守ったいい子でしかない。もうここまでだけにしよう。あとははるみちゃんに聞かせないとこ。どうしてそれを。そう、この指示書ははるみちゃんのお母さん、あやさときみこさんが書いた。うわーんだよな。うーん、しゃあないしゃあない。どうかな、はるみちゃん。そろそろ本当のことを。なるほどくん。なんかいじめてるみたいで嫌な感じだな、僕は。そうだよな。子供だと思って甘く見ないでください。え？私が指示書の通りに行動したという、そんな証拠があるのですか、ワン。あれ？
やはり？やはり映っちゃった？ちょっとの時間で。え？私、そのようなもの、知りませんもの。うむむむむむ。あくまで指示書の言いつけを守るつもりか。どうやらこれが最後の証拠に。じゃあ待って、持ってるっけ、はるみちゃん。しげとや、誰かがこの指示通りのことをした。確かにそれがはるみちゃんだったという証拠はない。やっぱり。そうですよね。でも、この指示に従ったのは子供だったんだよ。どうしてそんな。もし大人だったのならば、こんな思い違いはしなかったはずなんだよ。思い違い？必死で書いてあることに従おうとしたんだろうけど。え、何？ちょっと待って。え？それ持ってなくないか。ちょっと待って。指示書の意味を取り違えた。華麗に引導を叩きつけてやりなさい。華麗に引導を叩きつけてやりなさいって、これ子供に。なんてこと言ってんだ、この親。引導を叩きつけてやりなさいって、火をつけろって思ったってこと？あー、なるほど。そういう、死ぬ、自分が死ぬじゃん。これじゃあ、ちなみさんだったってことか。火に飛び込んだの。いや、ちなみさん。水に飛び込むわ、火に飛び込むわ。くらえ。違うじゃん、なんだよ。うん。いや、わかった。思い違いした。あ、ごめんなさい。え、これ？カレーによって消されている。え、違うな。ちょっと待って、カレー。あ、カレーに？カレー。いや、カレー読める。逆にカレー読めなくない？はるみちゃん。まあ、行く？え、これかい？カレー読めるんかい、逆に。取り違えるの前によ。すごいね、優秀だね。難しい感じ読めるね。この掛け軸、はるみちゃんがやったんだね。私が一体何を。指示書にこう書かれている。家元に華麗に引導を叩きつけてやりなさい。華麗、引導。あ、華麗と引導、この漢字が読めなかったんだ。どうしてそれを。読めなくて、あれか。はるみちゃん、これか、聞いてたの。本じゃなくて、ここに書かれてたことを聞いたんだ、エリス先生に。それで知ったんだ、エリス先生は。迷いが危ないって。なるほど、それで起きた事件か。ああ。そうだね、ここで聞いてたやつは本の内容じゃなくて、この手紙のことだったんだ。うわぁ、繋がってんだ、伏線。すげえな。一緒に、ご本を読んであげましょう。え、よろしいのですか？私、読めない感じがあるのですけれど。一緒にお勉強しましょうか。先生、例えばこれは何と読むのですか？これ怖かったろうな、エリス先生。こんな手紙、チラッと目に入った時点で、あ、やべえってなるよな。すごいな、でも全然顔に出さなかったね。ずっとこんな穏やかなお母さんみたいな顔してたよね。カレー、難しい字。これはカレーね。うん。カレイ、インド、読み方は分かった。でも、今度はその言葉の意味が分からなかったんだ。カレーといえばインド、私、そう思ったのです。だから、叩きつけたわけだね。インドのカレーを、インドのカレーなのあれ、家元に。うん。正直なところ、自分でもちょっと変だなとは思っておりました。やっぱり、違ったのですね。ちょっとね。私、本当に役に立たないのですね。そんなことないよ。なんなら事件の捜査めっちゃ役に立ってっかね、はるみちゃん、今まで。お母様の指示も守れず、お手紙を焼くことすら満足にできないなんて。いや、これ完全に焼かれてたらちょっと事件解くの難しかったから、ナイスだよ。よし、全回復したし。事件当夜のこと。私、あの晩お夕食の後、奥の院に向かったのです。余ったカレーのお鍋を持って。カレーか。奥の院の掛け軸は見ておりましたので。うん。お手紙に書いてあった家元とはきっとこのことだと思って。なるほどね。それで。雪のせいで奥の院に着いたら10時をとっくに過ぎていました。だから私、奥の院の離れへ行ったのです。離れ？ええ、そこで修行が終わるのを待ちしようと思いました。どうして主剣堂に行かなかったの？主権者の本業が始まったら立ち入りは許されないのです。そこで迷い様の無事をお祈りしていたのですが、その私、もしかして
眠っちゃったのかな。申し訳ありません。このような新しのない。いやいや、はるみちゃん、それは仕方ねえって。俺もあやめちゃんを待ってて結局寝ちまったし。それでそれで閉じ込められちゃったわけだね、奥の院に。目が覚めたら朝でした。私泣いてしまいました。おぼろ橋はなくなっていて、試験堂にはどなたもいなくて。怖かったよな。お寝坊したから置いていかれてしまったのだと思って、お手紙を燃やして一緒にカレーを温めて。賢いこの子、泣きながら掛け軸にぶちまけたわけか。うん、しかも最後まで守ろうとしてる。なんていい子なんだ。大変だったな、はるみちゃん。俺も小さい頃よく寝坊してなるほどに置いていかれたよ、学校。一緒にするなよ。一緒に登校してたんだ。お母様のお手紙に書いてあったのです。消灯の鐘が聞こえたらすぐに霊媒をしなさいと。鐘の音が聞こえた時、私奥の院に向かう途中でしたが。呼び出したわけだね、宮永千奈美の霊を。でも私できなかったのです。できなかった？こんなことは初めてです。霊を呼べないなんて。私それから何度も何度もやってみました。昨日も、そして今朝も試してみました。でもどうしても呼べないのです。ちょっと大丈夫だよ、はるみちゃん。気を落としちゃいけねえ。俺でよければいつだって飛んでくるぜ、ピョーンって。じゃあはるみちゃんじゃないか。霊を呼べなかったか。だから霊力が消えた、そう思ったんだ。ええ、私もうどうしていいか。他に何か考えられないの？霊が呼べない理由は。うん、一つだけありますけど、ありそうもないことですから。教えてほしいな。そうだよね、そうとしか考えられないよね。実際に千奈美さんはいたわけだから。私より先に誰かがその霊を呼んでいる場合です。誰かが？はい、霊体は一つきりですから。貸し出し中のレンタルビデオを借りることはできないぜ。なるほど。よく内容わかんないのについてくるよな。やはり事件があった晩、はるみちゃんより先に誰かが霊媒したというのか。え？宮城ちなみの霊を？え？誰？迷いちゃんだって。迷いちゃん、え？エリス先生、もう死んでるしな。死ぬ前にやった？え、死ぬ前にやった？いや、それもおかしいな。宮城ちなみの霊を。うん。私、もう情けなくて。お母様の最後のお願いも聞けなかったなんて。最後のお願い？そのお手紙です。お母様おっしゃいました。これが最後のお願い、だから必ず書いてある通りにしなさいと。そうだ、この手紙もっと詳しく話を聞いておくか。はい。お母様は今刑務所というところにいらっしゃいます。うん、そうだね。私毎月面会に。毎月行ってるんだ、偉い子だな。あれは先月のことでした。お母様おっしゃったのです。まあ偉いというか、お母さんに会いたいんだろうな。はるみちゃん、いよいよその時が来た。お前はそんな娘に何を言っとんじゃ。ねえ、来たよレズ。あなたにやっていただきたいことがあります。ここに来る前、お屋敷にお手紙を隠しておきました。それをよく読んでその通りに行動してくれますね。書いてたな、確かに。おい、子供になんちゅう顔しとんじゃ。お前、全ては綾里家のため、良いことなのです。はるみちゃん、お手紙の隠し場所は。うん。怒んな、無邪気なのに。うん、いやもうマジでキミコよ、見てみろよこの無邪気な笑顔。てか見て来てるだろ。なんでそんなことできんの、お母さん。お母様はいつだって優しくて大好きです。うん、母親ってのは子供のためなら何だってするからな。逆なんだよ、子供は母親のために何でもしちゃうんだよ。綾里家のため、もちろん私協力するつもりでした。だってそれは違うんだよな、迷いちゃんも陥れることになっちゃってるって。もうそれは言わない方がいいな、はるみちゃんに。それは迷い様のためにもなるではないですか。そうですよね、なるほどくん。そうだね。お母様のお手紙にはお写真も入っていました。写真？宮永千奈美様のお写真です。それがあれば霊媒はできるはずなのですが。それは変だな、適当に合図を打っている。うん。それにお母様のお手紙なのですが、
誰かが一度封を破った跡がありました。それは変だな。封が破られていた。え？ありがとう、はるみちゃん。おかげで助かったよ。どういたしまして。私どもにはお母様がついています。きっと、迷い様も無事ですよね。お母様がいなかったら無事かな。いや、こんなこと言えない。はるみちゃんには言えないけどね。お母様危険なんだよな。この無邪気な笑顔。僕は、何と言えばいいんだろう。あ、護道。苦でわかるよ、護道。あんたにもやっとわかったかい、マロード。知らないってことが、どれほど大きな罪なの。いや、罪とか言うなよ、子供に向かって。罪じゃねえよ、はるみちゃんが知らないことは。いいんだよ、知らなくて。護道賢治。主剣道の入り口でパズル遊びをしているみたいだな。あやめさんのことか。無駄なことさ。どういうことですか。おそらく。あやさとまゆうはもう帰ってこねえだろうぜ。何を言うんだ。なぜあなたがそんなことを。あんたが守ってやるべきだったんだ。あやさとまゆうも、そしてあやさとしひろも。そんだけ言うんだったらおめえが守ってろよ。っていうのは酷だけどさ。護道にこれを言うのはすごく酷。だけども、それをなるほどに言うんだったらこっちはそう言うよ。それだけなるほどのせいじゃねえもんだって。二人は大変な事件に巻き込まれていたのさ。それはわかりましたけど、いつもそばにいたのはあんただけだったんだ。助けてやれたのはあんただけだったんだよ。でも、僕は何も知らなかった。それが罪だって言うんだろう、護道は。ふん。言っただろ、なるほど。知らないってのは大きな罪なんだと。明日だ。すべての決着をつけてやるぜ、法廷でな。まあ、千尋さんを失ったのは、相当失意、だろうけど、なるほどにそれぶつけんなよ。なるほどくん。今の、ケンジさんのお話は、まさか。大丈夫だよ、はるみちゃん。まゆいちゃんはきっと生きてる。明日になればわかるさ。ほら、もう護道がさ、言った言葉で、ちっちゃな女の子の心を傷つけてるんだよ。それに対してはどうも思わないのか、護道。そうですよね。ほら、こんな元気に振る舞って。私、なるほどくんも信じてますから。もう、こんな無邪気に笑顔で、お前は出てくんな、マジで引っ込んでろ。よくやってくれましたね。私のはるみちゃん。もうマジで引っ込んでる。あなたは何も知らなくてよいのですよ。私にはこの日が来るのが分かっていました。綾里家本家の血は耐えたのです。今度こそあなたが家元の座を手にする。私の最後の願い。間に合ったようですね。引っ込んでる。続く。はい。シッシーぐらいで言ったけどさ。いやー。まあ、はるみちゃんは何だと思ってんだ。はるみちゃんのためって思ってんのかもしんないけど、全然だからな。完全に犯罪をさせようとしてるようなものだし、愛する人を傷つけさせようとしてるようなものでもあるよ、はるみちゃんに対して、きみこさんがやってることは。2月10日午前9時39分、地方裁判所被告人第一控室。ここまでで終わりにしよう。おはよう、はるみちゃん。もう、守ろ。はるみちゃん、守ろ。はい、ということで、第5話、華麗なる逆転。今回はそんなめちゃくちゃ衝撃っていうところよりも、その衝撃が来たその事実によって、明らかになる、つながりができる、ことが判明したり、一つ一つの衝撃の点がこう結ばれた感じの回でしたね。まあ、全部が結ばれたわけじゃないけど、ある程度の本筋は見えてきたかな、今回。で、キミコさん、マジで、まあ、暗い過去があった、辛い過去があったのはわかるけどもさ、当人じゃないからわかるとは言い切れないけど、なんでそういう過去があったとして、はるみちゃんにやらせてることが、残酷すぎるので、はるみちゃんの笑顔も守らなきゃって感じだね、今回。まあ、前回、まゆいちゃんも、みつるぎも、救おうって言ったけど、まゆいちゃん、みつるぎ、はるみちゃんも救わないとね。まあ、あやめさんも救いたいけど、あやめさんが、ちなみさんもな、
正しいと思っちゃってるのがちょっと引っかかるけどね。まあちょっと引っかかるところはいくつかありますが、信じる者の笑顔を守るために急にかっこいい言い方してるけど、でもなるほどにかっこいいことはね、いっぱい言ってもらって、あのかっこいい逆転劇を巻き起こしてもらって、次のね裁判も頑張っていきましょう。ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントなどいただけたら幸いです。あとチャンネル登録者様500人いきましたら、ライブ 2D 体に進化して表情や動きなんかも込みで、より一層皆様に楽しんでいただけるような動画作りができるように頑張ろうと思っていますので、お力添えいただける方や早く見たいよという方はチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまた次の実況でお会いしましょう。夢咲みーむでした。バイバーイ。